マスターの相馬です。マスターの相馬マスターの相馬全国数百万人のチェインレーサーのファンの皆様、お待たせいたしました。明日登場する新商品チェインレーサースターターセットプラスオメガの全貌がこれだ。今日はオハスタのためだけにその最新スターターセットを持ってくることに成功したぜ。まずはこの VTR を見てくれ。連続高速変形する新世代アクションホビーチェインレンサー。チェインレンサーをつなげてチェインカーを走らせれば一気に高速変化し迫力満点。現在コロコロでも漫画が絶賛連載中、今最も熱いホビーだ。そんなチェインレンサーからスターターセットプラスオメガが明日ついに登場。スキップロードやサイドワープ L ロードなどを駆使して高難度なコースを作り出すことが可能。さらに新しい追加パーツを使えばコースの可能性は無限大。今日はそんな新パーツを使ったコースに世界最速で挑戦だ。はい、それでは相馬が用意してくれたコースを猪野さん君に挑戦してもらいたいと思います。さあ、ユーラはカメラでかっこいい映像をバッチリ撮ってくれよな。はい、任せてください。はい、さあ、それではスタートの合図はみんなで言いたいと思います。チェインゴーの合図で行ってみましょう。いくよ、それじゃあせーの、チェインゴー。頑張りましょう。はい、おー、伝えると限定モデルのチェインレンサーとチェインカーを全員にプレゼントだ。絶対ゲットしてくれ。さらにですね、今週金曜日からは緊急スペシャルコーナーとして新パーツを使ったコースでミッションに挑戦していきたいと思います。みんな楽しみに見てくれよな。この夏をチェインレンサーで激アツにしよう。ということでマスターの相馬、どうもありがとうございました。あれ、ノーくんや。そう、ノーがつくのね。さあ、ということで続いてのコーナーはこちら。こんな時は汗かけ。
教えちゃいたい。え、僕たち、僕たちどちらが嘘でどちらが本当、みんな予想してください。はい、はい、ということで今日のアーティスト性はこちら、はい、ゆで卵を簡単に蒸したいとき、これは知りたいよね、やっぱ蒸したいとき懐かしい今ここからさあ、ということでね、これ難しいんだけど教えてよ。さあ、では僕から発表します。ゆで卵を簡単に蒸したいときは上下に穴を開けて息を吹きかけよう。こちら、いや違う違う、ゆで卵の殻を蒸したいときはですね、上下に穴を開けて思いっきりフローです。出た、さあどっちだろう、ゆうらはどっちが本当だと思いますか。私は昼がいいと思います。なるほどね、昼だよね、顔で判断したのかな違うよね。さあではどっちが本当の豆知識なのか、正解はこの後すぐ。どっちだろうか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。小学館の窓開け図鑑、窓開け窓開け窓開け図鑑、窓を開けたらよくわかる窓開け図鑑の最新刊は、危険生物と世界のように。図鑑の王者、小学館の図鑑レオから新刊深海生物が登場。おお、不思議、わあ、綺麗だね、知れば知るほど楽しいね。小学館の図鑑レオ、深海生物発売バイタルブレス、自分のバイタルでモンスターを育成、進化、そしてバトル。さあ新たな遊びを身につけよう、バイタルブレスデジタルモンスター。メモリーカードで遊びが広がる。光ともれー、なんと光るパジャマがオンラインストア限定発売じゃ。組み合わせも自在、光るパジャマバンダイアパレルストアで検索。オリジナルのガッツハイパーキー付きパジャマも。さあ、ゆで卵を剥きたいときは上下に穴を開けて息を吹くのか、それとも思いっきり振るのか、実践してもらいたいと思います。二人ともよろしく。さあ、いけいけ、せーの。頑張ってて、ちょっと良かったと思います。めっちゃ頑張ってた。お兄ちゃんが頑張ってたということでした。これは頑張りの仕事だもん言うな言うな。さあ、ということでね、これなんでかっていうと、空気圧が関係しているんだよね。上下に穴を開けることで空気が通りやすくなって、息を吹きかけるとゆで卵が押し出されるってことだね。さあ、ということで豆知識の後はこのコーナー行ってみよう。電力おはさまざまな技に挑戦してきたこのコーナーなんですが、今日から新たなステージに突入していきます。ということで、世界大会で準優勝に輝いた陽介イエス横田がスタジオに来てくれました。おはとこの方見てて、詳しい内容はこの VTR を見てください。はい、これまでさまざまな研究技に挑戦してきたコウタだが、ここからは新ステージに突入。8月に
28日に行われるフリスタ全国大会。その参加者の中でフリスタ四天王と呼ばれる上位4名の実力者たち、その最強おはともフリースタイラーたちがコータに毎週コンボ技の挑戦を叩きつける。果たしてそのコンボ技を無事に成功できるのか。できるんだこれ。見た今のさ、小学生でもすごいよね。いやいやいや、お兄ちゃんどう、室内であんだけ動いてちょっとお母さんとお父さんが怒るか心配だけどでもすごいね、あれは ね、技がすごかったよね。技すごい。さあ小学生でもね、全国大会レベルになるとこれだけすごいんだよ、みんなね、驚くだね。さあコータ、来週から大丈夫そう。いやもうね、どんな技でもね成功させます。むちゃくちゃかっこいいな今のな。さあ陽介さんお願いします。はい、そして先ほどの VTR にもあった8月28日に開かれるフリースタイルフットボール全国大会 JFFC はネット配信もされるので、フリースタイラーたちの華麗な技のぶつかり合いをぜひチェックしてください。楽しみ楽しみ。さあということで陽介さん、改めてどうもありがとうございました。さあということで続いては謎解きキングダム。お化け屋敷に迷い込んだ松丸くんたちは今日こそ脱出できるんでしょうか。行ってみよう。はい、行っちゃった。謎解きキングダム。第2の島レーゼル島を支配するボスを探す松丸くんたち、しかしお化け屋敷からなかなか抜け出せずにいた。本当に恐ろしいお化け屋敷だな。あ、出口が見えた、行こう。うわ、びっくりした。なるほど、ミーティーが出す謎解きが解ければここから出られるんだね。わかった。切り替えタイプの問題はいろんな角度から考えることが大切だ。この謎解きが解けたら教師に向いているかもしれないよ。問題が出てくるよ。黒板の文字から教科の名前を3つ見つけ出せって。みんな力を貸して。もしかして漢字以外で書かれているものもあるのかな。社会、社会、理科。ああ、ノアちゃんそれわかんの。さあ選択の時だ。みんなの答えが揃ったね。黒板に隠れていた3つの教科は社会と、右下に漢字を2つに分解してできる図工、そして最後は右の列にカタカナで書かれた理科だ。天才。よし、謎解きクリア。これでやっとお化け屋敷とおさらばだ。ありがとう、だいぶ時間が経ってしまったな。早くこの島のボスを探さないと。やっとお化け屋敷から脱出した松丸くんたち、一体どこにこの島のボスがいるのだろうか。ストップいきますよ。何やってんの、何やってんの。ストップ、もうちょっと表情を頑張って。モーニングアール原宿をプロデュースしてもらう。原宿をプロデュース。甘いって言ってるの。できないと解散しなきゃいけないんです。共に頑張りましょう。私たち9人でガールズガールズなんだから。原宿は世界に流行を発信できるポテンシャルを持った街です。僕でも変われるかな。原宿の雑誌を作るとしたらどんな名前にしたい。はい、ガールズガーデン。ただいまの時刻は7時19分。ハッシュタグオハスラタイム。みんなに何をしてるの。はい、この言葉はプレゼントチャンスに関係してるよ。はい、それではつまり今日のお天気よろしく。はい、今日のお天気をお伝えします。今日のお天気です。福岡から名古屋は晴れ間が出てもにわか雨に気をつけてください。東京は雨が降ったり止んだりで午後は土砂降りになるかもしれません。札幌は晴れるでしょう。以上お天気でした。この後はキングフロ
からトミー、カードがマジで進化する新ホビー、力を込めるとカードがマジで進化、マジかライフマジか削り合いのマジかバトルだ、マジかパーティー好評発売中、キャンペーンも宝トミー、ほらこうやってこれにもやらせてくれ、ほらほらほら、本当に触れちゃう、混ぜてこれでトニー倒せ、ブリルンズ、お座りお座りお座り、毎日のことだけど誰かあると嬉しい、お茶漬け、お、できるじゃん、長谷園のお茶漬け、お、す、い、も、の土用のうなぎと松茸の味、お吸い物で夏の元気、松茸の味、お吸い物、長谷園、松茸の香り、名探偵コナンゼミ、アニメを見ていると、さあ謎解きの始まりだぜ、面白くてためになる謎解きがいっぱい、コースは全部で4つ、小学生から大人まで難易度に合わせて遊べるよ、ひらめきポイントを集めてカードゲットじゃ、楽しみながら学べる通信教育のコースもあるよ、体験版で挑戦だ、ここからはアニメ機関スライドの時間だ、3代目チェイソールブラザーズの可愛いデフォルムキャラが大活躍するぞ、はい、そして生放送を見ている人だけ、アニメの後のプレゼントゲットチャンスがあるから絶対にみんな見逃さないでね、はい、はい、それじゃあせーの、機関スライド、はい、皆様お待たせいたしました、ここからはプレゼントゲットチャンスだ、今からミナミが今日のアニメで印象的だった場面と同じポーズを取ります、今テレビを見てくれてるおはともの、みんなはその画面を、テレビの画面を撮影して、おはスタ公式ツイッターへ番組終了後朝8時までに送ってください、なるほど、あと30分くらいだね、さあということで写真を送るときは今画面に出ているこの文字も一緒にタグ付けして入れてください、はい、おはスタライブ、おはスラタイムですね、おはスラタイム、さあそれじゃあみんなカメラの準備 OK、 みんなカメラの準備してよ、 OK、 俺たちも OK ね、さあということで制限時間は5秒でございます、画面の撮影をしてください、それじゃあいくよ、せーの、おはスラタイム、さあいきますよ、はい、5秒前4 3 2 1、さあみんなは今撮った写真を番組終了後の朝8時までにツイッターにアップしてください、はい、ハッシュタグおはスラタイムも忘れずに、そしてスペシャルプレゼントは何かというとこちら、キックアンスライドの T シャツです、さあこちらの T シャツに専用メンバー全員のサインを入れて抽選で1名様にプレゼントします、これはねもうおはスラだけでしか手に入らない超激レアなグッズですんで、これからも毎週欠かさずチェックしてください、さあということで改めて今日ねおはスラを盛り上げてくれたおはとものみんなどうもありがとう、ちょっとチェーンレースはこれからも楽しんでね、はいみんなありがとう、さあということで、私もお兄ちゃんの写真撮ってツイッターにアップしようかな、はい、チーズ、イエイ、もっと可愛い顔してきた、ちょっとお兄ちゃんもっと可愛く、ちょっとあんまり映えないんだよな、ちょっとこんな終盤に地獄の時間あるさあということで今日も最高の一日にしよう、せーの、いってらっしゃい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました、いよいよ最終ステージ、ジェイコマユッキー、今日も元気いっぱい、私も元気いっぱい、私も元気いっぱい、俺たちだって負けないよ、キンガーテレビ、元気がいっぱいのテレビです、僕らは仲良しぴったんこ猫魚、猫魚のな、なめろなんだなんだみんな、どうしちゃったんだい？お姉ちゃんが風邪で、お手伝いしようとして、お団子を作ろうとして、全部失敗しちゃった。3人とも、大したことないから。タコミちゃん、大
丈夫？どれどれ、猫はどうかな？おでこ。猫くん、そんな近すぎるわ。ああ、ゆでたこだ。大変だよ。僕らが看病するからね。たこみちゃん、なんとか落ち着いてきたね。俺、大事な用があるから今夜は帰るよ。うん、たこみちゃんのことなら僕に任せといてよ。うん、じゃあまた明日。たこみちゃん、早く元気になってね。僕がついててあげるから。痛いよ。もう岩にぶつかったくらいで泣かないでちゅ。痛いの痛いの、どんだけでちゅ。たこみちゃん、ありがとうだしょ。そうだよ、僕はあの時からたこみちゃんのことが痛いの痛いの、飛んでけ。確かこのあたりに、あった。あら、もしかして一晩中看病？痛いの痛いの、飛んでけ。飛んでけ。わあ、タコミちゃん、起きても大丈夫なの？え、ありがとう。だいぶ楽になったわ。いや、そんな。タコミちゃん。え？お？猫くん？これ薬草だよ。わあ、ありがとう猫くん。おかげで元気になったわ。よかった。なんだか報われない気分。猫坂